はい、どうも、タクタクです。今回やるゲームは、ムキムキチオラさんの過去作品ですね。ちょっと実はやってなかったタイトルを見つけまして、まあもうわかると思います。キチューガイこれだ、あんまり言っちゃダメな言葉だから、あえて間を置きましたけども。ね、やっていきましょう。はい。ヒャオ！なんと水長剣の使い手が出てくるかもしれない。ヒャオ！ムキムキチワワ企画制作。キャッチガーイ。ほふふふ。お、に、ノーベンバー、に、29日、2004もいいってそこは。アメリカ中西部スエズ州。お、メアリー。毎回可愛い女の子出てきますよね。着いたな。ここね。この辺りが怪しい悪い。この時出てきたのかな、初めて。おいおい、この捜査まだ続けるつもりかよ、メアリー。当たり前じゃない。このスエズ州。特にこのレセプス地区で、お、あ、本当にある地区っぽいですね、でもね、レセプス地区って。今年に入ってからもう何十人も行方不明者が出てるのよ。この失踪率、異常だと思わない？ああ、それは異常だと思うさ。だけど、こんな迷宮入り寸前で解決の兆しが見えない事件にわざわざ首突っ込む君の思考が理解できないね。なんですったるい。あなた、それでも刑事。だって今日は大事な休日だったんだぞ。予定通りなら今頃クラブでプリケツの姉ちゃんを好きなだけスパンキングで来たできてたってのによ。アメリカにはそういうクラブがあるんですか？あのね、ルイ警部補警察官なのにそんなとこ行っちゃいいのか。やる気がないなら勝手に署に戻ってダンキンドーナツの一押しでも食べて待ってたら。じゃあお言葉に甘えてそうさせていただきますよ、メアリー殿。俺は君みたいに仕事熱心じゃないんでね。分かってないわね。この事件を解決できれば私たち昇給できるかもしれないのよ。ピカピカのバッジが欲しくないの、警部補。そりゃ喉から手が出るほど欲しいけどよ。ねえルイ、晴れて昇給したらあなたなら今よりもっとハンサムになるはずよ。私だって惚れちゃうくらいにね。へ、そうやって何人も男を落としてきたんだろう。へっ、ね、多分その手には乗らねえぜ。ねえってば。だーったく分かったよ。やりゃいいんでしょ、やりゃ。そう来なくっちゃね。じゃあ早速捜査開始よ。たく、意識が高いバディだぜ、本当に。スパンキングはできなくなったみたいですけども。微暴録。あ、これがセーブか。ほら、好きなだけセーブしろよ。するよ。なんで煽る。メアリー ウルストン。スマホ、アップルの iPhone11 だ。めっちゃもうダイレクトに書いてますけど。昨日インスタに載せたタピオカガエルの卵の写真にいいねがたくさんついている。タピオカガエル、やっぱりタピオカティーよりタピオカガエルの卵の方が映えるわね。イカれてるぜ、この女も。本当にこのデトロイト並みに閑散とした森に何かあるのか。失踪者の多くはこの辺りに住んでいた人が多いのよ。この地区、特にこの裏山に何かあるに違いないわ。確証もないのに調査だなんてやめとくれよ。バイチ、登山道、ウエストレセプス地区。文字が色あせている。この看板は相当前に建てられたようだ。まあ、こっち行きゃいいってことなんだろうな。じゃあ行きますか。ここはお得な一軒家。んと、たったの1、10、100、1000万、10万、20万ドル。2000万？買わなきゃ損、大体。看板がところどころ字がかすれていて読めない。にゃんこだ、にゃんこ。びっくりした。なんだ、おちびちゃんか。バイバーイ。にゃんこがいましたね。お、本当に家があった。ここに行きゃいいってことなのでは？調べる。朽ち果てた住居だ。
外観は全く手入れされておらず、とても人が住んでいるとは思えない。どうやらここは廃墟のようね。それにしてもさっきから腐敗臭がすごいわ。まさか。一旦戻ってルイと一緒にこの廃墟を調べてみる必要があるわね。一旦戻るか。あ、この声はルイ警部補。そうだけどこいつデザートイーグル持ってるね。 AK-47 とほぼ同格の威力を誇るハンドガン。メアリーの愛用している銃。バイオだと最強武器の位置づけに近い。ロケランの次に。ルイ、一体何があったの？ルイ・ストロング警部補。ち、結婚が。これは結婚。まさかルイの。一体何があったっていうの？早くショーに連絡しないと。うう！びっくりした。ハゲたおっさんみたいなのが出てきた。すごい素敵な曲が流れている。いい演出だ。血だらけ。ここはどこ？ひゃー、なんなのよこれ。手足は縄で はしごに固定されている。頭痛がする。どうやら鈍器で頭を殴りつけられたようだ。一体私の体に何が？これは。辺り一面の血だまりの中には切り刻まれた複数の死体が転がっている。下から放たれる腐敗臭がメアリの鼻をついた。うえ、ギョギョ。あ、危うく吐いてしまうところだったわ。一体誰がこんなことを。落ち着け。落ち着くのよメアリー。お、セーブできる。ルイ警部補は？ルイはどこにいるの？揺れてみる。叫ぶのは危険でしょ。これは何回か揺れてみよう。3回、4回。叫ぶのかな。叫んだら危なくない？ダメか。まあ、叫ぶしかないのかな。じゃあダメっぽいね。こういうのって大体あれだよね、叫んだら死ぬよね普通は。まあ、叫ぶのか。じゃあルイ・ストロング警部補、私の声が聞こえる？応答はない。まずいわね。ホルスターの銃も無線もスマホも奪われてるし、ダメなんだ。揺れてみる。やっぱダメ。何回やってもダメ。ダメでしょ。キャー殺されるんかこれは。おっと、喋ったぞこいつ。まあ、こいつやな。こいつもうムキムキチワワさんの作品にちょいちょい出てたのはこいつやったやな。殺人鬼やったやな多分。やっぱ可愛い声で泣きまちゅね。なになになに、匂い嗅がれたな。それに非常にグッドスメル、新鮮なメスの匂いがしまっちょね。いや怖い。いや何してるの。私は警察よ。ふーん、そんなことより自己紹介しようよ。僕の名前はジョニーなんだ。君のお名前は？ここ最近のスエズ州の行方不明事件、あなたが関与していたのね。殴られた。がギョギョ、名前聞いてるの。僕はどうしよう、名乗るかじゃ。メアリー・ウルスト。ほほ、メアリータンか。いいよ名前。ルイ警部はどこなの？私も彼と、彼も私と同じように拘束。ねえ、ソーセージとステーキ、
どっちがいい？な、何言って？どっちか聞いてるの？ねえ、早く。うげ。まあ、ステーキの方がいいかな。ソーセージでちょっと卑猥な可能性もあるから。あ、やっぱりそうされたいんだ。わかるわかる。え、どういうことなの？わかった。じゃあ今から準備してくるから待ってる間、人生でも振り返ってて。いや、これ焼かれるんか。え、いや、何する気？大丈夫？怖がらなくてもいいよ。僕と一緒になるだけだから。食べられるんやな、こいつに。いや、やばいわ、あの男。僕と一緒になるですって。あいつ完全に気違いサイコパスだわ。早くこのロープをほどかないと。入れる。揺れる。なかなか取れませんね。このずっと揺れてる時間があるという。お、閉めた。ロープがいるんだ。さあ、ここからが本番といったところなのでしょうか。よし、まずはルイを探そう。きっとあの男に私と同様拉致監禁されているはずだから。そして一刻も早くここから逃げ出さないと。ミッション、ルイを見つけ出す。ルイ、もう死んでる説まであるけどな。一応いろいろ調べるか。タンスを開ける。工具が入っている。いや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 、どういうことよ。生首ばっかり。ここもあれなんですかね。ある程度使ったらもう、次の拠点とか行ったりするんですかね。耳だけが置いてある。ビールかと思ったが、これは人間の尿だ。やば。蓄音機型の CD プレイヤーからは G 線上のアリアが流れている。え、トラップがあるんだけど。え、これそのまま行ったらやばいよね、絶対ね。ほら、こうなるでしょ。いた！何これ？注意。この館に至るところにトラバサミが設置しており、踏むと1ポイントのダメージを受けます。メアリのライフが0になるとゲームオーバーになるので注意しましょう。館内に落ちている救急セットを使えば回復できます。あ、そういうこと？ただし救急セットは数が限られているので、むやみ使いすぎると積む可能性があります。ご注意ください。なるほど。メアリ再び踏まないようトラバサミをどかした。はい。なるほどね。セーブの回数が増えてくるまで。至る所に。いや、めっちゃやってる。メインディッシュを飾るオードブルをまずはさばかなきゃね。それにしてもメアリタン、むっちりしてて本当に美味しそうだな。なんか光ってるな。何あいつ、もしかしてカニバリストってやつ。カジマリズムだなんてますますクレイジーだわ。人を食べるやつやな。ふんふんふん。そういえばもう一人捕まえたニガーの方はどうやって、調理しようかな。ニガーとは。あいつ思った通り、ルイも同じように、同じようにどこかに、拘束してるのね。やばいわ。早くルイを見つけないと。あ、なに、バレた感じこれ。今、眼球踏む音が聞こえたわ。ねえ、誰かそこにいるのかな？しまった。どうする？一体どうすれば？下手に動くと確実に奴に見つかる。だが、玄関はすぐ目の前にある。見つかるのは覚悟で、あそこまで全力ダッシュをして、外へ逃げるのも手だ。くっ。このまま動かずに。さて、そこの中に隠れてる誰かさん、いるのは分かってるんだぞ。出てこーい。お。出た。あらら。誰かと思えば可愛い子猫ちゃんか。どっから入ったんだい？ん？そうかいそうかい。ピアノ部屋の隠し通路から入ってきたのか。言っちゃったけど。あ、そうだ。ちょうどデザートを何にするか迷ってたんだよね。お前に決めた。こう、あ、猫まで食うの？あいつやっぱり国宝級の気違いだわ。いや、国宝にはならんわ。可愛い子猫をあんなにむぐたらしく躊躇せずに殺せる人間他にいるだろうか。いや、いない。
とにかくここを通るのは無理ね。別の逃げ道を探しましょう。さっきの部屋に戻って再度怪しい場所を調べよう。なんというやつだ。猫を躊躇なく殺すなんて外道といったところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。こういうグロいゲームが何日か続くけど、苦手な人はごめんね。意外とタクタクさんはこういうゲームが好きだっていうのは皆さん薄々は感づいているよね。そうそう、俺が一番の変態かもしれない。ということで、またお会いしましょう。ではまた。